はい、こんにちは。ゆるキッズチャンネルです。今回は、13日に発売された大乱闘スマッシュブラザーズの、レビューをしていきたいと思います。はい。パッケージは、はい、こんな感じになっていて、今回は 3DS 版を買いました。新しくスマッシュブラザーズが発売されるということで、今とても話題になっているんですが、今回は開封レビューを していきたいと思います。今回は、友達のストームさんと一緒にやっていきたいと思います。こんにちは、ストームです。はい、ということで、大乱闘スマッシュブラザーズ開封レビューやっていきたいと思います。はい、まずは、スマッシュブラザーズ。開封していきましょう。ストームさん、じゃあ開封お願いします。はい。ここから行く？ここから行きますか。Sパッド。とうとう、袋を破きました。待って。取れねえ。よし、出た。行くぞ。行きました。はい、じゃあ今度、後ろのこの部分を見てみましょう。いつでもどこでも大乱闘。行きます。はい、いつでもどこでも大乱闘。任天堂オールスターが夢の激突。はい、いろんなキャラクターがいますね。マリオやパルテラ、リンクやカービィもいますね。パックマンとかもいます。新キャラクターがね、いっぱい出たんですけどね。はい、新キャラクターが、多分このパックマンとロックマン。あとは何でしょう、このボクサーみたいなのと、あとこのウィーフィットトレーナーですかね。あとミー、こいつ見たことなくね。こいつはちょっとよくわかんないんですがちょっと、あと他にはこのミーがこのできたみたいですね。はい、では今度は中を開封してみたいと思います。お願いします。いきますよ。3、2、1、どうぞ。開かない、硬い。開封、開封、来ました。来た、来ました、来ました、来ました。はい、では中はこんな感じになっていますね。このソフトの部分は、はい、このパッケージと同じような柄になっています。ではここ開けてみましょう。パンパカパーン、パン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 ペケペーン。 BGM なしなんでね。はい、基本アクション、こんな感じに、はい、基本アクションが書いているんですが、普通に入力、弾くように素早く入力みたいなのがたくさんありますね。前回のは B 版は、はい、こういう風なのがなくって、普通に AB ボタンしかなくって、なかったので、今回はとても操作の幅が広がると思います。では、各キャラクターの技とかを見ていきましょう。じゃ、まずは、ミスター・ニンテンドー、はい、マリオさんですね。ファイアーボール、スーパーマント、スーパージャンプパンチ、ポンプ、最後の切り札でマリオファイナルというのがありますね。ここで、はい、これで、以前のね、はい、前回の Wii 版の大乱闘スマッシュブラザーズ X の方ですね。こんな感じね。はい、前回は、はい、ソニックやスネークが参戦していましたね。今回はね、スネークは出ないんです。出ないんですね、残念ながら。スネークは、Wii 版だと結構強いキャラクターだったので、今回出ないのはちょっと残念な気がしますね。はい、ということで、今回の新キャラ、ロゼッタ&チコ、チコシュート、これも新しい、ね、スターピース、ギャラクシージャンプ、アイテムキャプチャー、パワースター。このロゼッタ&チコは、マリオギャラクシーの時に登場したキャラクターですね。そしたこのボクサーはリトルマックっていうみたいです。気合ストレート、ヨルトブロー、ライジングアッパーカット、スリッピングカウンター、ギガマック変身。なんだこれ。なんか、すっごい強そうですね。そこで、はい。月光が、今回は、新しいポケモンのキャラとして、月光が参戦しました。水手裏剣、影打ち、ハイドロポンプ、身代わりなどの、実際ポケモンなどでも使っている技が出ます。はい、こんにちは。ゆるキッズチャンネルです。今回は、13日に発売された大乱闘スマッシュブラザーズの、レビューをしていきたいと思います。はい。パッケージは、はい、こんな感じになっていて、今回は 3DS 版を買いました。新しくスマッシュブラザーズが発売されるということで、今とても話題になっているんですが、今回は開封レビューをしていきたいと思います。今回は、
と、友達のストームさんと一緒にやっていきたいと思います。こんにちは、ストームです。はい、ということで、ダイランドスマッシュブラザーズ開封レビューやっていきたいと思います。はい、まずは、スマッシュブラザーズ。開封していきましょう。ストームさん、じゃあ開封お願いします。はい。ここから行く？ここから行きますか。エスパッド。とうとう、袋を破きました。待って。これね。あ、捨てた。行くぞ。行きました。はい、じゃあ今度、後ろのこの部分を見てみましょう。いつでもどこでも大乱闘。行きます。はい、いつでもどこでも大乱闘。任天堂オールスターが夢の激突。はい、いろんなキャラクターがいますね。マリオやパルテラ、リンクやカービィもいますね。パックマンとかもいます。新キャラクターがね、いっぱい出たんですけどね。はい、新キャラクターが、多分この、パックマンとロックマン。あとは何でしょう。この、ボクサー。みたいなのと、あとこの、ウィーフィットトレーナーですかね。あと、ミー。こいつ見たことなくない？こいつはちょっとよくわかんないんですが、まぁちょっと。あと他には、このミーが、この、できたみたいですね。はい。では、今度は中を開封してみたいと思います。お願いします。いきますよ。3、2、1、どうぞ。開かない。硬い。開封来ました。来ました。はい。では、中はこんな感じになっていますね。まあ、このソフトの部分は、はい、このパッケージと同じような柄になっています。では、ここ開けてみましょう。パンパカパーン、パン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 ペケペーン。BGM なしなんで。はい、基本アクション。まあ、こんな感じに、はい、基本アクションが書いているんですが、普通に入力、弾くように素早く入力みたいなのがたくさんありますね。前回のは B 版は、はい、こういう風なのがなくって、普通に AB ボタンしかなくって、なかったので、今回はとても操作の幅が広がると思います。では、各キャラクターの技とかを見ていきましょう。じゃ、まずは、ミスター・ニンテンドー、はい、マリオさんですね。はい。ファイアーボール、スーパーマント、スーパージャンプパンチ、ポンプ、最後の切り札でマリオファイナルというのがありますね。ここで、はい、これで、以前のね、前回の Wii 版の大乱闘スマッシュブラザーズ X の方ですね。もうこんな感じね。はい、前回は、はい、まあ、ソニックやスネークが参戦していましたね。今回はね、スネークは出ないんですよ。出ないんですね、残念ながら。まあ、スネークは Wii 版だと結構強いキャラクターだったので、今回出ないのはちょっと残念な気がしますね。はい、ということで、今回の新キャラ、ロゼッタ&チコ。チコシュート。これも新しい、ね。スターピース。ギャラクシージャンプ。アイテムキャプチャー。パワースター。このロゼッタ&チコは、マリオギャラクシーの時に登場したキャラクターですね。そして、このボクサーはリトルマックっていうみたいです。気合ストレート。ヨルトブロー。ライジングアツ。はい。いろんなキャラクターがいますね。マリオやパルテラ、リンクやカービィもいますね。パックマンとかもいます。新キャラクターがね、いっぱい出たんですけどね。はい、新キャラクターが、多分この、パックマンとロックマン。あとは何でしょう。この、ボクサー。みたいなのと、あとこの、ウィーフィットトレーナーですかね。あと、ミー。こいつ見たことなくない？こいつはちょっとよくわかんないんですが、まぁちょっと。あと他には、このミーが、この、できたみたいですね。はい。では、今度は中を開封してみたいと思います。お願いします。いきますよ。3、2、1、どうぞ。開かない。硬い。開封来ました。来ました。はい。では、中はこんな感じになっていますね。まあ、このソフトの部分は、はい、このパッケージと同じような柄になっています。では、ここ開けてみましょう。パンパカパーン、パン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 ペケペーン。BGM なしなんで。はい。基本アクション。まあ、こんな感じに、はい。基本アクションが書いているんですが、普通に入力、弾くように素早く入力みたいなのがたくさんありますね。前回のは B 版は、はい。こういう風なのがなくって、普通に AB ボタンしかなくっ
で、なかったので、今回はとても操作の幅が広がると思います。では、各キャラクターの技とかを見ていきましょう。じゃ、まずは、ミスター・ニンテンドー、はい、マリオさんですね。はい。ファイアーボール、スーパーマント、スーパージャンプパンチ、ポンプ、最後の切り札で、マリオファイナルというのがありますね。ここで、はい、これで、以前のね、はい、前回の Wii 版の大乱闘スマッシュブラザーズ X の方ですね。まあ、こんな感じね。じゃ、はい、前回は、はい、まあ、ソニックやスネークが参戦していましたね。今回はね、スネークは出ないんです。出ないんですね、残念ながら。まあ、スネークは Wii 版だと結構強いキャラクターだったので、今回出ないのはちょっと残念な気がしますね。はい、ということで、今回、まあ、今回の新キャラ、ロゼッタ&チコ。チコシュート、これも新しいね、スターピース、ギャラクシージャンプ、アイテムキャプチャー、パワースター。はい、ということで、大乱闘スマッシュブラザーズ開封レビューやっていきたいと思います。はい、まずは、スマッシュブラザーズ。開封していきましょう。トムさん、じゃあ開封お願いします。はい。ここから行く？ここから行きますか。S パッド。とうとう、袋を破きました。待って。取れねえ。よし、取れた。行くぞ。行きました。はい、じゃあ、この、後ろのこの部分を見てみましょう。いつでもどこでも大乱闘。行きます。はい、いつでもどこでも大乱闘。任天堂オールスターが夢の激突。はい、いろんなキャラクターがいますね。マリオやパルテラ、リンクやカービィもいますね。パックマンとかもいます。新キャラクターがね、いっぱい出たんですけどね。はい、新キャラクターが、多分このパックマンとロックマン、あとは何でしょう、このボクサーみたいなのと、あとこのウィーフィットトレーナーですかね、あとミー、こいつ見たことなくね、こいつはちょっとよくわかんないんですがまあちょっと、あと他にはこのミーがこのできたみたいですね。はい、では今回、今度は中を、このロゼッタ&チコはマリオギャラクシーの時に登場したキャラクターですね。そしたこのボクサーはリトルマックっていうみたいです。気合ストレート、ヨルトブロー、ライジングアッパーカット、スリッピングカウンター、ギガマック変身。なんだこれ。なんか、すっごい強そうですね。そこで、はい。月光が、今回は、新しいポケモンのキャラとして、月光が参戦しました。水手裏剣、影打ち、ハイドロポンプ、身代わりなどの、実際ポケモンなどでも使っている技が出ます。はい、こんにちは。ゆるキズチャンネルです。今回は、13日に発売された大乱闘スマッシュブラザーズの、まあ、レビューをしていきたいと思います。はい。パッケージは、はい、こんな感じになっていて、まあ、今回は 3DS 版を買いました。まあ、新しくスマッシュブラザーズが発売されるということで、今とても話題になっているんですが、今回は開封レビューを していきたいと思います。今回は、友達のストームさんと一緒にやっていきたいと思います。こんにちは、ストームです。はい、こんにちは、ゆるキズチャンネルです。今回は、13日に発売された大乱闘スマッシュブラザーズの、まあ、レビューをしていきたいと思います。はい。パッケージは、はい、こんな感じになっていて、まあ、今回は 3DS 版を買いました。まあ、新しくスマッシュブラザーズが発売されるということで、今とても話題になっているんですが、今回は開封レビューをしていきたいと思います。今回は、友達のストームさんと一緒にやっていきたいと思います。こんにちは、ストームです。はい。ということで、大乱闘スマッシュブラザーズ開封レビューやっていきたいと思います。はい、まずは、スマッシュブラザーズ。開封していきましょう。トムさん、じゃあ開封お願いします。はい。ここから行く？ここから行きますか。S パッド。とうとう、袋を破きました。待って。取れねえ。よし、取れた。行くぞ。行きました。はい、じゃあ今度、後ろのこの部分を見てみましょう。いつでもどこでも大乱闘。行きます。はい。いつでもどこでも大乱闘。任天堂オールスターが夢の激突。